コーリー・エフラム・ジョセフは、カナダ・オンタリオ州トロント出身のバスケットボール選手。NBA のデトロイト・ピストンズに所属している。ポジションは、ポイントガード。身長191センチメートル、体重84キログラム。カナダ出身で、テキサス大学に1年在籍後、2011年の NBA ドラフトにアーリーエントリーした。サンアントニオスパーズ2011年の NBA ドラフト一巡目29位でサンアントニオスパーズに指名を受け NBA プレーヤーとなった。ちなみに同年のドラフトでは同じカナダ出身で大学のチームメイトでもあったトリスタン・トンプソンが全体4位でクリーブランド・キャバリアーズから指名されている。大学1年でアーリーエントリーしたため経験不足を懸念されているためシーズンが開幕して以来 プレータイム確保からたびたびスパーズ参加のオースティントロスにアサインされプレイしている。クリーブランドキャバリアーズのトリスタントンプソンと同年に NBA ドラフトで初めて一巡目で指名されたカナダ国籍選手である。2012年3月には3度目のアサインで平均19.3得点、成功率57%、9.3アシスト、9リバウンドを記録し、 D リーグのパフォーマーオブザウィークに初めて選出された。2013年のプレイオフでは20試合に出場し貴重な経験を積んだ。2013から14シーズンは昨シーズンのプレイオフ出場経験が行き、初めててシーズンを通じてアクティブロースターに残り68試合に出場し、ドニーパーカーが休んだ時に19試合で、 スタートのポイントガードを務め NBA チャンピオンも経験した。2014から15シーズンはパティ・ミルズが右肩の手術のために開幕から欠場したこともあり、前シーズンよりも出場時間が約5分増え、ドニー・パーカーのバックアップ役をしっかりとこなした。トロントラプターズ2015年6月、カワイ・レナードと共にスパーズから クオリファイングオファーを受け制限付きフリーエージェントとなっていたが7月5日スパーズはラプターズのオファーにマッチせず故郷カナダのチームであるトロントラプターズと4年3000万ドルの契約に合意した2015年11月28日のワシントンウィザーズ戦では81から82とリードを追っていた第4クォーター残りわずかの場面から 騎士改正の逆転ブザービーター3ポイントシュートを決めた。インディアナペーサーズ2017年7月9日、CJ マイルズのサイントレードの一環でインディアナペーサーズに移籍した。2019年2月9日、クリーブランドキャバリアーズ戦で10得点10アシスト9リバウンドを記録した。2019年7月6日、サクラメントキングスと契約した。 機動力を活かしたハッスルプレートディフェンスでトロントラプターズ加入後はシックスマンとして出場機会を伸ばしている。ありがとうございます。